ギット予想大正の7年3月15日は、日本の司法官僚、判事、弁護士、貴族院直選議員。丹波国総伝軍関木村に、桑田軍大官の高木文右衛門の4、男として生まれる。司法省妙暴領に入学し、ギュスターブ・エミール・ボアソナードに、フランス法を学んだ。卒業後、司法省に出資し、ついで大上官法制局に移った。 1884年、判事となり、1886年から4年間、ドイツに留学した。帰国後は、福島地方裁判所所長、大審院判事、司法省民警局長、司法次官を歴任した。1898年に退官した後は、弁護士を改良し、日本赤十字社法律顧問、東京商業会議所特別会員となった。 1900年、貴族院議員に直選され、1901年には、法学博士の学位を授与された。日本の近代法の基礎を築いた先駆者の一人で、著書に、刑法疑義》《民事訴訟法論図がなど、帝国大学や東京法学校、そして、明治法律学校の講師、法典調査委員なども務めた。息子の高木逸は、三笠宮高人新郎の辞意を経て、 後東方大学学長。その妻、愛は、米山梅吉の次女。その娘の花枝は明治工業社長、安川忠の妻となった。ありがとうございます。